はい、おはようございます。塚原農園です。今日は農家の家庭菜園に来ております。あーちゃん、おはようございます。おはようございます。すごいもの持ってますね。はい、今日は、はい、こちら夏野菜、こちらレン君が植え付けをしてくれましたね。はい、支柱も立ててくれました。うん、お上手。トマト、キュウリ、ナスとあります。はい、今日はこれらのナス、キュウリの、トマトと色草、色草、そう、色草ですよ。やっていきたいと思います。おお、何だろう、色草って。色草っていうと直感的にどういうことを目的として、夏野菜で色草、あ、何だろう、色わらとか、雑草防止。でもマルチでやってるしね。あ、マルチやってるし、そうだよね。はて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 、何でしょうかと。何かしら、何でしょうかと。はい、はい、いろいろあります。理由としては、このマルチを今してますよね。地温を上げたりとか雑草を抑えるとか、はい、これせいぜい株元周りだけですよね。はい、で今度は夏になると、うん、はい、今あずちゃんが立っているところ、はい、収穫するための通路とか、うん、なんか管理をしたり縛ったりね、うん、なんかいろいろと通路と通るよね。そうだね。それがいっぱいこんなにありますと、うん、で今はまだ5月の連休ですが、はい、これから、うん、暖かくなって暑くなってくると、うん、6月7月になるとどうですか、この通路は。草ぼうぼう、ぼうぼうになりますよね。うん、はい、そこで、うん、こちらほらこれ、はい、なんかで使いましたよね。稲わらですけれども、うん、これいろんなことに使ったね。はい、ね、これ稲、お米の稲です。稲の刈り取ったものです、うん、わらです。そう、ここにね、お米のね、粒がいっぱいバザーってついてるんだよ。これは里芋、うん、収穫したものを畑に穴を掘って埋めといて、種芋として、うん、で寒さよけとして上にかけておいたものです。はい、はい、これこういったものがある方は、うん、これを通路のところに広げて引いちゃいましょうと。はい、で地面に光が当たらなくなってくると雑草は引かないよりは引いた方が草は生えなくなります。ほう、うん、除草剤なんかを使わなくてもね、うん、楽に。今はいいよ、でも暑い中草取りなんて大変でしょう。そうだよね、熱中症で運ばれる方も年々増えてます。うん、特に関東はすごいですからね。うん、でここで引いておくと安心ができる。はい、で引いておくともう泥本当に跳ね返らないからね。うん、昔よくナス全部やってたよね。やったね、若い頃はやってましたよね。若い頃って言って怒られちゃいますよ。あなたたちまだまだ若いでしょって。あーちゃん今年いくつですか。29歳です。まったく、まあ、そんな感じで、はい、まあ、当初は私もナースで全部に通路にやってましたけれども、うん、今ちょっとですね大変なのでやってませんけれども。そう、ね、本当にすごいんですよ。うん、でもそれがあったから今の畑があるのかな。結局藁を引くってことはいずれ分解してそれをすき込むわけだから、はい、緑肥をすき込んでるのと同じ堆肥にも、ね、なるわけですよ。うんうん、でそれでね、できたものがほらこっち、はい、ね、保存しておいて藁でね、うん、これ里芋がようやく芽が出ましたよ。ほら、しもげませんでしたよ。かわいい。これも逆算して里芋を植え付けすればほらやっと出てきた。マルチなんか使わなくたってできるんだから。うん、でこれマルチない場合ここからも草生えちゃうよね。そうね、この場合はここへ、あ、ちょっとあずちゃんそれさ、例えばやってみようか。うん、うん、何も通路だけじゃないからね。うん、あとビニールマルチを使わない人は最初からこれをやってもいいですよ。あ、なるほどね。もうゴールデンウィーク過ぎてる人だったんですね。うん、地温も上がってるからね。うんうん、そうそうそう、そんな感じで、うん、薄くでもいいからこの芽が出ているあたりを少しやってあげるだけでいいですよ。全部に引くことないけれども意外とこの芽の付近っていうところから雑草が入るとさ、うん、引き抜くと傷がついたり、あ、で確かに、ね、鎌は使えないしさ、うん、株元から離れているところだったら三角法でちょちょいのちょいだけど、うんうん、こんな感じでやっておくといいですよね。うん、はい、まあ、こんな感じで使い方がありますと。はいはい、じゃあこれお米の稲なんかないよって、まあほとんどの人がないでしょうね。そうね、まあ、田舎限定ですよね。うん、
こちらスナックエンド今収穫中でございます。これ切りますか？あーやめてください。あなたそれ嫌いだからって切っちゃダメですよ。切りますか？チョキー。これは冬の間、うん、10月11月を種まいて育ててきた頃に、うん、ちょうど冬ってね空っ風が吹くよね、うん、北風と西風が強かった、うん、でこういったものがやられないようにと、うん、はいこちらあずちゃんもうちょっと奥行ってください。あはいこちらです。これ ね, ねこれ、はい、これ植えといたんですよ、はい、あまあ植えたっていうか種をまいておいたんです。パラパラ筋巻きでまっすぐ、うん、これ麦ですね。はい、はい、これは根腐れ退治というものです。おはい、まあ、麦っていうといろんなものがあるからね、うんうん、小麦、塩爆、大麦とかあるでしょ、うん、でこれはこの根っこが出す成分とかが、うん、よく線虫って聞いたことない？あるある。うん、線虫を、うん、が嫌うというものをそばに植えておけば、うん、コンパニオンプランツとしてもなる。で今背丈がさほら、うん、こんな大きいでしょ、うんうん、私と同じぐらいあるんじゃない？そうそう胸ぐらいあるよね、うん、150センチからそのぐらいまで伸びてます、うん、この風に弱い作物も、うん、これが防御になっていた壁となってくれたわけですよ。ほう風が強い北風冷たい北風が当たる方に種をまいて育ってくれたので、うん、これが役目をしてくれた守ってくれたんだね。でももうゴールデンウィークになればだいぶ気温も上がってきてると、うん、たまに風が強く吹くこともありますけれども、うん、もうここまで大きくなっちゃえば、うん、もう大丈夫です、うん、ということで、はい、これこのままにさすがにしておくわけにはいきませんよね、うん、ボーボーだからね。ボーボーですからね、うん、これでこれを刈り取って、うん、これを敷き草にしちゃえばいいんじゃないですか。あーなるほどね。稲わらじゃないですけれども、うん、この手法を私の地元では何に使ってますか？主な野菜でいいですか？はい。かぼちゃ。ピンポーン、はい、そうです。私の地域では、うん、かぼちゃが大産地です、はいはい、かぼちゃのところにはだいたい小麦が巻かれてます、うん、でこれを昔は手釜でやったり、うん、仮払い機で倒したり、うん、今はトラクターで軽くね、すき込むぐらいにしちゃってますけどこれを敷き草にしてました、うん、じゃあこれをあずちゃん刈り取りましょうか。刈り取りますか。はい。ちょっとですね、これ稲刈り用ですね。はい。鎌だったらノコギリ鎌が一番いいんですけど。そう、あれはね、切れるからね。ノコギリ鎌だと一発でスパッとですけどね。うん。申し訳ございません。私の準備不足でした。まあこれ普通の鎌でも地道にやっていきましょう。うん。うん。取りやすいところでいいですよ。こんな感じで。はい、いいですね。はい。こうやってこのし。ね、天然の資材一つにとってもいろいろ効果があると、うん、これは根腐れ線虫退治ね、うん、線虫退治ですから線虫がまず防除できる抑制できる、はい、それで風よけにもなった、うん、で最後は伸びたものは刈り取って、うんはい、それはあずちゃんの筋肉を鍛えることができると、ダイエットがそっちですか、ねプロテインなんてバッチリですよね、はい、でもう一つが、うんはい、これが野菜の泥はね雑草防止の資材なんですね。すごいね無駄なく使えるわ、うん、これじゃあちょっとそのぐらいであれしますか。いいこれちょっと持っていきましょう。はいはい、はい、こんなに取れましたよ。わーじゃじゃーん、ね、天然の敷草、うん、いいねいいね。これ青いけど敷いておけばいずれ茶色くなるからね、うん、じゃあやっていきましょう。はい、りょうちゃんちょっと身長が低いところで、はい、この中お願いしましょうか。了解、ね、よしよしやっていきましょう。久しぶりだねこれもね。そうだね、こんな感じでちょちょちょっとねやっておくさ。夏も近づく80。そういえばさ、はいはい、もうすぐで茶摘みじゃない？あ、そうだね。ね。総合公演やるかな今年は。どうだろうね今年はね。厳しいかもしれないよね。うん、そうかな。ね、もしできたらね、うん、そこが総合公演で、うん、お茶摘み体験。そう。すごい。あれ100円だっけ一人？10円だっけ？100円ぐらいじゃなかったかな。100円ぐらいだっけ？うん。でお茶。ね、ゴミ袋みたい買い物袋一袋好きなだけ取っていいんだよね。そうで、お茶の天ぷらとかもやってる。そうだね、うん、お茶の天ぷらもあるし、うん、あとは
お茶を入れてくれる、うんね、野立てっていうのかな、うん、あれもね体験できるんだよね。そうそうそう、すごくいいよ、うん、皆さん来てくださいね。古賀総合公園、ね、夏もち広いですか、敷地88や、ほいほい、野にも山にもなんちゃらかんちゃらなんちゃらなんですか。わなんか菜園らしくなってきたな。なんだかね、ね、いい形になってきましたよ。あ、これね、うん、穂が出て、うん、そうだな、種持たせる前に刈った方がいいですね、もし来年やる場合は。ああ、うん、こぼれちゃって作りたくないところに芽も出ちゃったりするからね。なるほど、うん、よし、いいねいいね。 これ私通れるけどさ、うん、あなたと蓮くんはもうこれは通れないんじゃないかしら。そうですね、ちょっとその心配ですけどね。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、こんな感じで引いてあげるとね、どれよけになるから。はい、でこれが有機物ね、分解、微生物の餌になる、うん、ね、いいんじゃないですか。いい感じですか。まあ、こんな感じでやってみてはいかがですか。うん、あっという間ですよね。うん、これだったら雨がぼーしゃりーと降っても、うん、これがワンクッション置くわけだから、うん、泥がもう跳ね返るところがないと、うん、ね、いいね、こんな裏技もありますので、うん、まあ、皆さんやってるでしょうけどね、うん、でも実際にこうやって動画にすることによって、うん、ね、みんな情報を共有して、うん、ああやってるんだねって、うん、いや俺もやってみようかなとか、私もやってみようかなって思っていただければ、うん、と思います、うん、はい、じゃあということで、はい、今日はこちら農家の家庭菜園シリーズの、はい、夏野菜の敷草、はい、泥の跳ね返りですねとしてご紹介させていただきました、はい、今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。あー逃げちゃった嫌ですってまたね、こんにちは、どうもふわこです。ふわふわしてますね。はい、ふわこです。今日はおわさびに来たんですか。はい、お手伝いですね。いたずらしに来ました。はい、ありがとうございます。癒しですね、はい、癒しをいただきました。あれで好きなんかね、やっぱりね、猫じゃんってこういうのが、うん、わらとかね、わらとか、うん、ほらほらスリスリしてる、なんかあ、食べてる、あ、あれ猫草ってあるよね。あるある。これなんか猫草に似てない。うん、確かにね。うん、あれ麦なのかな、これなんだろうね。うん、出たばかりの芽はすごく麦にそっくりだよね。うん、気持ちいいの。スリスリしてる。ふわちゃん。たまんねえな、このチクチク感が。たまんねえ、たまんねえ。たまんねえ。これ、串にしてるんじゃない？溶いてほしいんじゃない？串で。なんかつけてるし。